読んでください、はい、中山さんはプロサッカー選手として20年以上、稲葉さんはビーズ26年、続けることで見えてくるものはありますか。どうですか稲葉さん。そうですね、まあ始めた時は続けるっていうのはあんまり考えてないじゃないですか。はいはいはい、目の前のことです。そうですね、はい、でまあだんだんこうそれをやってるうちに、まあ、気がつくとまあ5年経ってたりとか、10年経ってたりとかするわけですけども、でまあ振り返ってみればその続けてないるからまあ会えた人とかっていうのもいっぱいいるし、だからその続けてることでしかこう考えないことっていうのも出てくるし、まあでも人との出会いとかはすごく大きいですよね。そうですよね、うん、まあ、いろんな人に支えられて、続けられてきたのかなっていうものはありますね。だから、そうですね、どっちかっていうと、はい、若い頃は、うん、勢いだけでやってた部分はあるんですよ、うん、僕自身は、うん、ただそれがどん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 その年を重ねていくうちに周りに支えてられ、支えられてるってことをすごく感じたんです。まあ、やっぱりいろんな要素はねうまくバランスと、そうですよね、とってこう、回ってないとうまくいかないですよね、はいはい、長い間特にだからいろんなことを、うん、あのライブセットにしても、いろんな人があそこに関わってるわけですよね。まあすごい数の人ですね。あれだけの人が関わってるってこともすごいですし、その人たちに支えられてるけれども、その中でバッと出て自分を表現するというか、ビーズを表現するということで、気をつけてたことってあります？今現在も。どう具体的なことですか。具体的というか、まあ、喉の調子を維持することであったり、まあ、単純にそのもう人数に関わらずやっぱりステージ出てくとこうお客さんの僕の場合はですね、はい、圧力をすごい感じるわけですよ。はい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 、気というか、はい、押し寄せてくるものがあるんで、はい、だからそれをうまくこう飲み込むというか、うん、まあ波だったら波に乗るとか、はい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 、怪獣だったら退治するとかそういうイメージでですね、はい、じゃないともうなんかこっちが倒れそうになっちゃうんで、はいはいはい、それはもう本当に最初の頃だと本当に小さい会場でもそうだし、はい、だからそういうものをとこ うまくこう、2時間3時間こうやり取りしていくという、はいはいはい、そういう感じですかね、まあ、抽象的ですけども。でも2時間3時間あれだけの歌を歌い、うん、でステージ上走り回ってるじゃないですか、はい、それをその表現するにあたりトレーニングしてますよね。当然体ってことですか、はい、そうですね。どんなことしてます。いやー、まあそれこそ昔は若気の至りでこう筋肉つければいいみたいな時代があるじゃないですか、はいはい、なんかありますこの辺もうちょっとなんかこうなんか肩口のあの辺ですよね。見えるあの人みたいにこの人みたいにみたいな感じでやったりもするんですけども、はいはいはい、もう何年か経つとですねとにかく怪我しないようにみたいなステージですっ転ばないようにとか、はいはいはい、まあ、とにかくあれ一番転ばないように考えないとしょっぱなドワーッとダッシュ猛ダッシュかますから転ぶと怪我はするわ、ね、もう恥ずかしいわみたいな、はいはいはい、大変なことになっちゃうんで、まあ、でも転んでも多分ねかっこいいんですよ。いやきっとかっこいいと思いますよ。その後でも気持ちを取り戻すのに5曲ぐらい必要だと思いますけどね5曲も必要ですかやはり。で昔僕聞いた時にかなりすごいスピードで走ってるってことを聞いたことがあるんですよ。いや、多分その頃よりはもう今はもう全然ゆっくりだった、ね。あ、そうなんですよ。でもその前世紀というか、走りのピークですよ。でも10キロ目安ですかね。いやー、すごいっすね。うん、もう今だから、そのイメージがなんか、はいはいはい。あるみたいで、はい、相当走ってますよねって大体言われるんですけど。いや、僕すごい思いますもん。やめてくださいよ。え、なんでですか。いや、もうそんなでもないですから。そんなでもないですか。半分で、半分です、はい。いや、絶対そんなことはないです。あ、隠してます。じゃあ、お願いします。はい、ね、もう一回。これもうそのままはい、ちょっと勢いよくやればよかったんですか、ね、そうですね。今回はスムーズに出てきた出ました出ましたはいはい、稲葉さん中山さんのつながりのきっかけは、これはもう何年前か忘れましたけども、はい、結構前かな。そうですね、はい、いつですかね。だって年にでも会うっつったって一回会うか会わないか。ね、そうですね。今年結構会ってますよね。今年ね。今年は結構会ってますけどね。すごいですね。大体、年一ぐらいですよね。で、だから結構もう前かな、じゃあ。どれくらいですかね。10年もなんないか。10年、どうでしょう。なんか僕は、東京のスタジオで仕事してて、その帰りに友達の家に。そうですよね。寄ったらなんか、はい、そこに、その友達の仲間が集まって、はいはいはい、なんか食事会してたんですよ。そうです、そうです。カレー食ってたんです。そこに、うん、
中山さんが。そうなんですよ。はい、そこが初めての出会いですよね。あ、ゴンだと思いました。ああ、講師だって思いましたけどね。下で言う人はいないのかもしれないですけどね。はい。講師なんて言っちゃいましたけれども、普段は稲葉さんと言ってますよ、皆さん。はい。で、まあ僕ら誕生日がたまたま同じだということで。そうなんです、はい。一緒なんですよね。だから、たまにね。そうです。一緒に。そうなんです。誕生日パーティーみたいな。この間も、はい、はい、一緒に。パーティーじゃないですね、全然。食事会ですよね、はい。だから、誕生日食事会みたいのをやったんで、はい、僕の方が先についてたんですよね、この間はね。確か。そうですね。先についても後についてもなんかしてますよね。いや、一応なんかしなきゃいけないのかなって思いましたから。先日はだから、はい、そこに行ったら、はい、その入り口の脇に上半身裸で立ってましたね。まあ、オブジェですよね。まあ、オブジェ。裸体のオブジェを、やはり、披露しようかなと思いまして、はい、やはり、来る前に僕、腕立て伏せして、パンプアップしてたんですよ。とりあえず。その前の、その前の方がすごかったですね。その前はすごいっす。さらに、はい、何年ぐらいだろう、遡る。あれ4年ぐらいですかね。いや、もうちょい前じゃないですか。40とか。もっと前か。41人か。そうかな。そんくらいだったような気がします、ね。で、まあ、レストランで、待ち合わせしてて、はいはい、僕はその時は先に。そうですね、先にいらしましたよね。で、ゴンちゃん来ないなっていう話で、店の下の、道沿いのガードレールに座って、なんか電話してね、もうすぐ来るってね、友達に。はい、そうです、そうです。もう着く着くってね、タクシーがまあ目の前に止まると思って、待ってたら、なんか、だいぶ先の方でタクシーが止まって、はい、そこで一人男の人が降りて、なんかよーく見たらなんかエルヴィス・プレスリーのサングラスをかけてですね、またこれ上半身裸なんですよ、はい、でよく腰に巻く白鳥ってダチョウって何ていうんですか、はい、ありますね、股間から首が飛び出してる、志村けんさんがよくコスチュームとして用いてるやつですね、それをつけて、はい、練習用のなんかパンツ履いてる、そうですね、サッカースパッツを履いて、はい、で裸で、はい、渋谷ですよ、あれ。そうです。カッポしてきました。カッポしてきました、ね。あそこ行く前に、交番があったんですよ。道を挟んで向かいに交番があったんですよ。ね、だからね、そこをね、うまく通過できるのかどうかが怖くて僕は。いや、こっちはもう遠くから見て、あれ、ゴンちゃんだよね、どう考えても。だからあそこにこう、姿を現す前に、木陰で、やはり、腕立て伏せでパンプアップしてるわけですよ。で、その後にエレベーター乗る前もまた腕立て伏せ。そうなんです。一応、稲葉さんは下で待っててくれたけれど、他の人たちがいるから、またもうそこでさらに、ね。そこにもまたさらに張りのある体を見せなきゃいけないということで、エレベーター前でパンプアップさせていただきました。あ、そうですね、あん時は結構鍛えたから、今だいぶね、悔しいんですよ、そう考えると。鏡見ると。あの時だいぶ張りありました。あの時はだいぶ切れてました。切れてる切れてるってみんなに言われましたから。はい。切れてる切れてるって、その言葉にね、こうされるように僕も。あれはすごかったですね。あの辺、だから、あの体を維持したいですよね。だから。あの時の。はい、あれを維持したいです。出ないとやはり裸になるのが、非常に恥ずかしくなります。だからこの間、この間そんな切れてないでしょ、僕。まあ、その、白鳥の時に比べれば、ね。そうですよね。だからそれが悔しいんですよ。ああ、そうですね。あ、まだ切れてるねって思われたいんで、とりあえず。あのぐらいいけるんじゃないですか、でもね。だから、あとは、日々、やはり筋トレしなきゃいけないですね。習慣にしないと。ダメですね。